今日は炊きたてご飯と豚肉の味噌煮でございます。角煮みたいになってるやつですね。はい、前食べてるやつです。前から食べてるやつです。そしてまた昨日と一緒の駅中華で作った醤油ラーメン、トッピングは焼き豚とほうれん草とネギとなっております。というわけで食べたいと思います。よし、食おう。さて食おう。パッ。はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで今日は昨日と一緒のこちらのラーメンとこの焼き豚を、煮豚、味噌煮込みの豚を堪能するためにご飯炊きました。というわけでいただきます。はい、まーす。あ、うまい。うん、今日はね30回ぐらい振りました。昨日よりはあっさりしてます。うん、うまい。白ネギも買ってきたんでね、のせてからしつけて、こんな感じでいただきたいと思います。トントン。うん、うん、また丼とはね、この前みたいに丼ぶりとはまた違った味わい、独立していく感じね。うまい。いや、うまいな。トロトロなんすよ、ほんとに。あの、おいしい角煮とか居酒屋さんとかで食べたことある人いると思うんですけど、それにほんまにあの八丁味噌の味噌が混ざってる感じ。あ、うめえな。うん、楽天でもねすごい人気の商品みたいです。うん、結構なんか俺もあの合格祝いでもらったんですけど、人に送ると、うん、喜ばれそうな感じですね。まあ、こう油っぽい、油っていうか、これ油味とか結構あるから、そういうの嫌がる人も、女性とかにはもしかしたら向かへんのかもしれない。男の人だから好きちゃうかな。男の子、うん、高校生ぐらいとか大学生あたりの食べ盛りの子とか、うん、切ってレンチン1分ちょっとぐらい、解凍は冷蔵庫で15時間ぐらいって書いてましたね。なくないそや。最近たまにね痩せたねって言われるんだけど、昨日夜体重計乗ったら、いや痩せてなかったわ
自分でも痩せた感思ってたんや、痩せたんかなと思ってたんやけど、うん、痩せてなかった。減ってたのに、もう、ね、500g ぐらい戻ってたわ。一時期痩せたかな思ってんけど、このね、京成橋もこれをもらったっていうことが一番、私がお箸を昔に比べたらマシになった。うまいとは言ってないよ、まあ、あのきっかけとなったお箸なんです。大人の京成橋ってやつね。これどんどん先っちょがね短くなってきて、もう何年使ってるやろ。もう 4,5 年使ってると思うよ。これでね、多少こう麺とかでもこう持てるようになったね。昔はこうやったんですよ。あれ今思ったらもうできへんかもしれんな、昔の持ち方。これ最強や思ってたのにな。うん、前こうやった。これ最強は持ってたのに、今もこれに慣れてきてしもてるから、こっちの方持ちやすくなってきたもんね。もう何年も続けてると、えらいもんで。からしもうちょっと用意しといてよかったな。ああ、うまい。うまい。ああ、今日のラーメンもね、海はできましたわ。うん、というわけで、今日は、豚肉の味噌煮、楽天で大人気豚肉の味噌煮と、駅中華、総美の駅中華で作った駅中華でスープして、加藤吉の冷凍ラーメンで作った醤油ラーメンでございました。美味しゅうございました。ごちそうさまでした。